ちは、テルジーチャンネルのテルジーです。今からね、どこへ行くかと言いますとね、ホタルいますかね。まだ5月の下旬なんですが、まあピークになればね、いるんでしょうけど、ピークになるとたくさん見に来ますからね、人がね。そうなったら落ち着いて写真も撮れないんで、ちょっと早いんですけどね、早いと思うんですがね、出てるかな、ちょっとよくわからないんですがね、とにかく行ってみたいと思います。はい、いればいいんですけどね、今頃からちょっと、まあ情報ではね、6月に入ってから下旬までの間とは書いてありましたけどね、まあそれでもちょっと気の早いホタルがね、5月の下旬ぐらいからね、いるのかもしれないなと思ってね、ちょっと様子を 見にね行ってみな、見て早かったらね、また別の機会にでも行ってもいいかなと思ってますけどね。で、なぜこんなに早くまだ明るいうちから行くかと言いますとね、写真を1枚ね、背景となる1枚をね、明るいうちに撮っとかないとね、真っ暗隅ではね、風景が撮れないんですよね。真っ暗しか映らないんで、ホタルの光だけ撮ってもね、面白くないんで、やっぱり風景もね、一緒に入れとかないとね、いけないなぁということでね、それで明るいうちに出発しております。はい、で今時刻は6時10分なんで、まあ1時間前から行くと、日の入りが7時15分ぐらいだったかな、福岡の日の入りはね。でちょっと1時間前から行ってね、まあ場所取りと、まあ三脚を据えるところをね、ちょっと見つけとかないかなと思ってね、それで明るいうちから出発しております。まあいるかいない、ホタルがいるかいないかはね、ちょっと分かりません、クエスチョンでございますが、それでもね、まあ状況など把握できるんでね、ちょっと出かけておりますけども、で前にもなんかジムに走ってますけど、何ですかあれは、なんか黒缶みたいな感じで車高を上げて、でもタイヤはノーマルですね。なんか窓を開けないと暑い。まあ締め切っとったらね、エンジン音が入らないんでいいかなと思ったけど、まあ開けとってもね、今マイクは外付けマイクつけてますので、胸元にマイクをつけておりますので、声は聞こえるかと思います。ちょうどね、昼間はね、ここの道もね、ガラーンとしてね、もう
走ってる車ほとんどないんですけど、ちょうど今仕事終わりでね帰っているんでしょうね。かなり車多いです。買い物客とかね、仕事帰りの車とかね、いろいろおりますけども、なんか前の車はこっから曲がるみたいです。ジムニー曲がりましたね。変なジムニーは。糸島方面に向かっております。ホタルといえば糸島でしょう。ああ、この辺も道が広くなるんでしょうかね。工事やってますけどね。お茶を買っていこうかな。ジュースを買っていこうかな。ジョージアヨーロピアン買ってきました。じゃあ出発します。もうすぐ着くんですけどね。まあ現場にはコーヒーとか買えないんで、何にもないんでね、先に帰っておかないとね困りますので。あ、アジサイがだいぶ咲いてますね。あ、川は草刈りしてるとこもあるし、風が冷たいんですけど、どうなんでしょうかね、今日は。けど、実際はどこら辺に多いのかな。車降りてみましょうかね。
場はこういうとこなんですけど、暗いですか。今日はね、風もないしね。で、曇ってるんで月ももう出ないと思うんですね。で、あたりはもう真っ暗になると思うんです、この辺は。だから、まあ、ホタルの条件としてはね、まあ、完璧だろうと思うんですが、まあ、果たしてね、ホタルが出るかどうかね、乞うご期待ということでございます。今カメラもセッティングしましたね。風景もちょっと撮りましたので、
あとホタルを待つだけとなっております。だいぶあたりはね暗くなってきましたけどね。はい、日もねだいぶ暮れてきましたけどね、普通ホタルがいるときはこのぐらいの暗さでもねだいたい光ってるんですよね、ところどころ。そういう気配が全くないんですね。ご覧の通りですけど、まだ早かったようですね。残念ですが。で、まだ真っ暗にはなってないんでね、ちょっともうちょっと待ってみたいと思います。はい。はい、今からもう帰ります。はい、そういったわけでね、今日はこれでホタルの撮影は終了となります。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイ。